こんにちは、ゆずきです。今日は前回の防災グッズの続きで、今回は生活用品の防災グッズを紹介します。で、一番取りやすいところに前回のグローブ入れてます。手を怪我しないように一応持ってます。あとマスクも避難するときに必要かなと思って一番取りやすいポケットに入れてます。これアディダスのバッグなんだけど超入るからこれにしました。開けてすぐ出てくるのがペーパータオル、これもすぐ取りやすいように入れてあります。やっぱ生活の時に大事なものが食料だと思うので、肥料を準備しました。これは多分キャンプとかでも使えると思うんですけど、お水でもできちゃうから、自分がお水持ってたらこれで作れちゃう簡単な食べ物。保存食がこの白米とドライカレーと五目ご飯、ちょっと種類を変えて買っときました。これは水、本当安心して飲めるお水らしいです。で、焼き鳥だ、どっちもタレと塩どっちもあります。これも普通にスーパーとかで売ってると思うんですけど、2023年、一応これ2023年まで持ちます。なので一応入れときます。養生テープ、レジャーシートとか貼ったりするときにどこでも貼れると思うので、これは一応用意してます。みんな絶対多分入れてると思うんですけど、乾パン、100均で買ったランプなんですけど、これは USB で充電できるそうです。一応念のため買っときました。ウォーターバッグ、これも前回紹介した給水バッグとちょっと似てるんですけど、ここにお水を入れるとこういう蛇口部分があって、ここからこうひねるとお水が出てくるって言って、キャンプとかそういうところでも活躍できる折りたたみウォーターバッグを用意しています。これこの間まで家のインテリアとして一応置いといたんですけど、こっちがラップとこっちがアルミホイル、紙皿とかその上にラップ引いて、なんか食料とか食べた後そのラップごと捨てちゃえば紙皿何回も使えるので一応入れております。黒い袋、例えばトイレとか前回紹介したんですけど、防災トイレとかそういうものがなくなった時に黒い袋があればこれで処理できると思います。で、これすごい大事なんですけど、ソーラーバッテリーですね。すっごいかっこいい。これタブレット、こうやって今光が出てると思うんですけど、これはバッテリーですね。この元っていうのがソーラーになってるので、日向に置いておくと電気を吸収して、で夜ライトとかUSB、 ここに USB っていうものがあるんですけど、これ挿して携帯充電したりとかできる、すっごい優れものです。ここに光つくんですけど、ここのボタンで使えるのでとても優れものです。ここについてるのがライターです。何か棒で挿してると火がつくらしいので、これがすっごいなんかいろんなものが優れて使えるので、こういうものがおすすめです。生活用品には大事なもの、ペーパーカップです。必ずこれは用意しておいた方がいいと思います。かさばると思うんですけど、今みたいにこうやってジップロックで紙皿、ストローとかそういうものを一緒に入れとけばそんなにかさばらないかなって思います。箸です。これがストロー、ストローはここにベルトみたいにビリビリでつけてまとめてあります。で、次紙皿ですね。これも100均で買いました。100均でだいたい10枚ぐらいずつ、12枚ぐらいずつ入ってるので一応買ってあります。紙皿の上に引いたらいつでも使えるので、何回でも使えるので、これはラップとセットで使った方がいいかなって思ってます。ゴミ袋、何か捨てる時とか、レジャーシートとかなかったりとか、下がちょっと悪かったりしたらお尻とかにも引けるので、これは準備しといた方がいいと思います。ジップロック、この中には袋も入ってるんですけど、それとは別に手袋も入れてあります。何か触るとき、何か作るときとか、何か触るときとか、食料に触るときとか、トイレのときとかもそうなんですけど、何人でも使えるように、衛生面を考えて手袋をいっぱい入れてます。ボンベ、災害時の時にガスが使えなくなってしまうので、一応ガスボンベとガスコンロは準備して置いといてあります。ちなみにガスボンベは9本用意してあって、私の玄関のところに2リットルのお水、これが12本入った段ボールが玄関に置いてあります。と、今紹介したものは生活で必要なもの、災害の時って結構パニックってしまうので、もう必ず今できることは今準備して、すぐ逃げられるようにちゃんとリュックとかそういうものは玄関の近くに置くようにしてください。または玄関すぐ近くの部屋とかに置いとくと
いざとなった時にすぐ逃げられるので、ぜひ準備してみてください。今日もご視聴ありがとうございます。いいねと思ったら高評価お願いします。また何かリクエストがあったらコメントもお願いします。 Twitter、Instagram、フォローお願いします。あと YouTube チャンネル登録お願いします。今日もありがとうございます。バイバイ。